球防衛軍 4.1 の今回は50回目です。また巨大四足歩行が現れるが、これは時間を稼いでくださいということなので、倒す必要はないと。なので敵殲滅を優先して戦えばよいのかなと。総員戦闘開始。ちょっと味方気になるところを、まずは早く合流して、特にこの部隊は真下にいたので、でもあそこは倒せるのかもしれないけど、どうなんだろうな、この出入り口というか、なんというか。さて赤い蟻が、わあ、まだ味方前面にいたのか。大丈夫か味方。何とかしたいが、あ、まあでもこれぐらいだったらなんとか倒せるのか。さてここの部分で敵に襲われているのがいるので、ここを倒すと。あー、危ない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 。もう誘爆の恐れがあるから。で、なんとか全部倒しきったか。回復アイテム優先で取りましょう。新たな部隊、まあ武器だけ取ればいいか。で味方のところ行きましょう。ここら辺通りがいいように。どこだ。ああ、また敵が出てきた。あ、今回は空中の敵だから、まあそんなにこれは強くないんだよね。これは合流できるか。どうだ、どこだ、リーダーは。リーダーどこ行った。ああ、もう前の方行っちゃったのか。リーダー待ってくれと。リーダーとの鬼ごっこが始まった。どこよリーダー。あそこで止まってるか。で四足足歩行はどう来るか。リーダー待ってくれ。よし、リーダーようやく仲間になったので回復アイテムを取ると。どんなもんだろう。んー、この位置誘爆しそうで怖いが、フェンサーが来たか。まあ素直にここはもう四足足歩行は諦めましょう。相手するのは素直に味方と合流してここら辺をやり過ごすと。どこだろうな味方。ちょっとなかなか合流線が、わあ、なんだろう、前の方結構いるな。でそこに対して赤いアリが向かってしまっている。よし、フェンサー部隊合流で、ここで回復アイテムも手に入ると。バカ野郎、なんで前に来る。あとは引き打ちでいいでしょう。ここはあー、これは移動要塞がちょっとね、この川沿いに来るような感じに見えるので、ちょっとこの辺りどうなるか。
して回復アイテムは見当たらないか。回復アイテムがあまり見当たらんが、まあ、ここ一個取ってまだ奥に少しあるかなというところ。あったような気がしたが、あそこは倒せるのかな、あのライフル打ってるところは。ただこれじゃ狙いがつけらんないので、まあ味方は撃ってないか。ここら辺回復アイテムを取りましょう。どんなもんだどんなもんだ。またこちらフェンサー現地に着いた。戦闘開始。味方部隊が奥の方に現れたのでちょっと迎えに行こうかなと。あーヘクトルか、もう名前覚えてしまった。あの二足足歩行はヘクトルというそうです。なのでこれを倒していく、うん、ここは戦車か、戦車部隊がいたのでちょっと戦車部隊を超えてさらに先に味方部隊仲間にできそうなのがいるのでここ行きましょう。うわー敵の射撃が激しい。そして敵がボロボロと落ちてくる。うわー戦車に阻まれるとは思わなかった。ここは合流できた。あとは回復アイテムを取りつつ、わあダメダメ。どうだどうだ、ここに来て武器が多く出てるが、一体倒した。回復アイテムはどこだ。わあこれはこっち側に移動してきてるぞ。あそこのレーザー撃つところは落とせるか。あーなんかダメージ与えてる感じだな。どうだどうだどうだ、いやダメか、諦めようそれは。よいしょ、付近の避難は終わっています。よし敵が去った感じか。増員機関所、よしよしよし、もうちょっと離してていいよ。この回アイテム取る間はもう他にはないか武器は。まあそんなに難しいマップではなかったかなと。味方とちゃんと合流すればよいと。でアサルトライフル新しいのは手に入ったほか、いくつか新武器が手に入ってます。これは弾数は10、弾数が10だと使い勝手は悪いかだけれども、一発のダメージは230と大きいと。フュージョンブラスターはこれは一発のダメージが大きい、まあ、攻撃かなと。でストリンガー J2 はこれ一発3000ダメージ、いいねこのスナイパーライフル系、強い敵が多いところに役立ちそうな武器かなと。とまあこんなところでしょうか。ではまた次回ご覧いただけたら幸いです。